やっぱありえないところにこう虫とかがいるのは怖いですね。こういうところにおおって感じじゃないですか。あとはだって先祖からの因縁で責任を負わせられるのはちょっと怖いですよね。ゾッとしないですか。毎日ジョジョで打ち合わせしてるってことは、誰が一番強いってなった時、誰が一番怖いになるわけですよ。ジョジョってそんな話ばっかりしてるんですよ。結構泣いてんですよ。あの寂しかったのはやっぱしげちですかね。あ、もういないのかと思っちゃったんですよ。ネットでいろんなものが情報だったり漫画も直接載るっていう考え方ですかね。昔は綺麗、もっと綺麗にしてくださいっていう要望なんだけど、僕最近はちょっともうちょっと劣化させてください。安さの方が魅力があるような感じになってるんですよ。で、変わってないのはアナログで書いてるってことですね。うちのアシスタントはデジタルで作業してるんですよ。僕はずっとアナログなんですよ。書いた方が早いですね。自分で。百名山。百名山。